ラクロ少尉の広げた新聞に、デコボコ博士が軍事上の大発明をしたという記事が載っております。そうだ、今日は日曜だ。デコボコ博士と約束の日だ。急いで出かけよう。やあ、こんにちは。ノラクロ少尉は世界的な大発明、魔法の玉を受け取るためにデコボコ博士を訪問しました。望みの者が現れる魔法の玉を有効に使ってください。はい、いろいろありがたいであります。その帰り道、どうも怪しい。待てー。あ、いや、これは大変だ。博士が連れ去られる。待てー。魔法の玉で磁石を出した。あ、しまった、飛行機で逃げるぞ。機関銃だ。いや、博士が落ちてきた。パラシュートを出す。危ないところでした。ノラクロ君、どうもありがとう。ノラクロ、撃ち取り。いや、あ、煙幕で敵が見えなくなったぞ。やっと爆弾を落としてドカーン。とうとう黒覆面たちは魔法の玉の威力によって全滅してしまいました。